レット。この先から聞こえる。おい、返事してくれ。行くぞ。せーの。私たちのせいだね。違うぜ、ティバー。何もかもシンラの奴らがやったことじゃねえか。そうだろういいな。バレット、マリンは無事だ。エアリスが言ってた。エアリス、あの捕まってた女か。うん、言ってた。どういうことだ。エアリスに頼んだの、マリンを助けてって。信じるぞ。いいか。おい、どこ行くんだよ。
こんなことってマジで落ちやがった。お父さんしっかり。どうなってんだよ。おい、どこに向かってるんだ。エアリスの家だ。五番街スラムにある。マリンはそこなんだな。他に当てはない。いるって言えよ。希望を持たせろよ。いなくてもお前を責めたりしねえ。いや、そりゃちっとは文句言うだろうけどよ。ティファ、古代種って知ってるか。聞いたことはあるけど。生命学の本を読めば出てくるぜ。大昔星を開拓したって一族だ。星と語るとかそういうんだろう。それがタークスに狙われていた理由か。我こそ古代種の血を引き締め、この星の正当なる後継者。また守れなかった。喪失がお前を強くする。それでいいのか。どうしたの？なんでもない。急ごう。よう、とんでもないことになったな。あんたは無事か。まあな、チョコボが怯えちまって動かねえけどな。なんとかしねえと。空に吸い込まれてしまいそう。え、穴が開いちゃった。本当、ひでえことになったな。待て、やり過ごそう。あいつら何してやがる。仕事だろうな。マリンのことだけ考えろ。今はな。大切なものは取り戻せたのか。あんたのおかげでな。ならばもう手放さないことだ。プレートが落ちるなんて。逃げしてきたせ。やめとけって。でもいらっしゃい。薬屋だがアイテムも扱ってるよ。ワイドアリー。ひどいことになったね。こっちに被害は。七番街に比べたらどうってことないよ。砂ぼこりぐらいさ。七番街が潰れちまったって本当なのか。ジェシーは市中にいたんだよな。うん、ビックスもね。
人とも怪我で動けなかった。でもウェッジは下にいたよ。そうか。よしよし、怖がらなくていいからな。しばらくは無理か。あいつら探しに行かないと。え？俺が探してやらねえと。うん、クラウド、後で付き合え。あ、すごい地響きだったな。これって事故じゃないよね。もう五番街だよな。早くマリンに会わせろよ。ああ、スラムの外れだ。もう少し。もっと早足、全速力。あんたに会わせてる。親しきになったスラムはどうなってるの。先ほど七番街のプレートが戦闘があったって聞いたぞ。現在隣接するエリアは、また爆発したの？プレートが落ちたって本当か？物騒な世の中だからこそ、いい武器を持たねえとな。また爆発したの？家計で多い。あの家だ。マリン！マリン！マリンは？マリンはどこにいる？バレット。すまねえ。俺はバレット。マリンの父親だ。マリンはおかっぱ頭で、天使みたい可愛らしい顔をしてる。服はピンク。今日はピンク。2階で眠ってるよ。はあ、眠ってるからね。私たちも行こう。顔見て安心したいな。騒いで起こすんじゃないよ。あんたたちも2階へ行っておやり。マリン、よかった、無事で。エアリスはシンラに行ったよ。すまない。エアリスにマリンのことを頼んだのは私です。知り合ったばかりなのにとてもよくしてくれて、だから甘えてしまいました。あんたらのせいじゃない。遅かれ早かれこうなる運命だったのさ。
古代種だからだな。あの子から聞いたのかい？よほど信頼されてたんだね。そう、エアリスは古代種、古代種の生き残りらしい。私は違うよ。あの子は実の娘じゃないんだ。15年前のことだ。夫は最前線に配属された兵士だった。休暇で帰るという手紙を受け取って、約束の日駅まで迎えに行ったんだ。でもあの人は帰ってこなかった。何か良くないことがあったのだろうか。いや、休暇が取り消しになっただけかもしれない。祈るように毎日迎えに行ったよ。そこであの子と会ったのさ。ウォールマーケットから逃げてきたのか、それともプレートにいられなくなったのか、たまに見かける光景だった。エアリスを安全なところへ、そう言い残して彼女は死んだ。夫は帰らず、私も寂しかった。だからエアリスを連れて帰ることにしたんだ。私たちはすぐに仲良くなれたよ。よくしゃべる子でね。いろいろ話してくれたよ。どこかの施設から母親と逃げ出したこと、お母さんは星に帰っただけだから寂しくなんかないってこと。星に帰った、生命学の考え方だ。私には意味がわからなかった。夜空の星かって聞いたら、違う、この星だって言われて。まあ不思議な子だったね。お母さん、泣かないでね。エアリスが突然言い出した。何かあったのかって聞いたら、お母さんの大切な人が死んじゃったよ。心だけお母さんに会いに来たけど、でもやっぱり星に帰ってしまったの。私は信じなかった。でもそれから何日かして、夫の戦死を知らせる手紙が届いた。とまあこんな具合でね、いろいろあったけど幸せだった。ところがある日、はーい。いや、絶対や。エアリス。君は大切な子供なんだ。古代種の血を引き継いでいる。私はもちろん聞いたよ。古代種って何だってね。古代種は地上の幸福が約束された土地へ我々を導いてくれるのです。ああ、
言い伝え、何かの比喩、いろいろな見解があります。しかし我々は文字通りの真実としてそれを信じています。シンラカンパニーはぜひともエアリスの協力を。違うもん、古代史なんかじゃないもん。でもエアリス、時々誰もいないのに声が聞こえることがあるだろ。そんなことない、うん、思い当たることがいろいろあってね。ああ、この男が言っている話は本当なんだろうと思ったよ。居場所を知っているのに誘拐もせずに待つなんて、タークスらしくないな。エアリスの自発的な協力が必要なんだとさ。だからシンラに連れて行かれたと言ってもお客として扱ってもらえるはずだ。用が済んだらすぐに返してくれるだろうよ。どうかな。何をしよってんだい。ことを荒立てないでおくれ。エアリスまで失うことになったら私はもう。頼むよクラウド。お母さんの言う通り、用が済めば帰ってくるかもしれない。だからもう少しだけ待ってみない？七番がエスラムに戻らねえか。やることいろいろあんだろう。セブンスヘブンも確認しておきて。うん、わかった。無茶はしないでおくれよ。七番街スラムのゲート、瓦礫で埋まってたよね。どうやって入る？公園から地下通路へ降りよう。おお、あれか。公園もダメじゃない？別のルートがある。エアリスから聞いた。さすが古代史だぜ。深い意味はねえよ。すっごく揺れて、でっかい音がしたんだ。プレートも。かけごとはしません。戦闘があったって。緊急ニュースを。先ほど7番街で事故が起こったんだって。マテリアは災害時にも活躍しますよ。クラウドさん、やはりご無事でしたね。この状況を乗り越えられるような新たなマテリアを生み出していきましょう。クラウドさん、新たな仮説を思いつきました。こちらのデータ提出のご協力をお願いしますね。
クラウドさん、いつもご協力ありがとうございます。また新しいマテリアを開発できましたよ。バトルレポートのデータ提出をお待ちしています。クラウドさん、研究へのさらなるご協力をお願いします。引き続きバトルレポートのデータ提出をお待ちしています。すごい地響きだったな。これって事故じゃない？戦争が終わって平和になった。あそこだ。さっさと抜けちまうぞ。こんなところかな。
まりだ。ち、あそこを行こう。危険なモンスターはいるが、なんとかなるだろう。
奴らだったな。次に備えろ。うん、分かってる。あ、あそこ。お、外か。ちょっと怖いね。七番街に戻るの。ティファ。行こう。こっちから抜けられそうか。いや、モンスターが出るって話だ。確かこっちの道を使えば5番街スラムにたどり着くはず。命だけはな。他の奴らは？わからない。すまない。そっか。生きててくれてありがとうよ。希望が見えてきたぜ。うん。どうしたものか、はあ、助かった命無駄にはできないよな。友達はいたか。姉ちゃん大丈夫かな。きっと大丈夫さ。きっと。他の皆さん、お疲れ様でした。私たちが見張ってるこの瓦礫の上で思い耐えてる。何があるかわからない。備えはしっかりな。気をつけてな。七番街か。おう、忘れ物しちまってな。そうか、あんまり物はないが見てってくれ。
どうしたものか。パパはちょっとお出かけしてるの。どうしたものか。手伝うぜ。マルさん、あんたたち行くぞ、せーの。よかったな。ありがとう。本当によく無事だったよ。これからどうするんだい。さあな、俺たちにできること見つけるさ。店へはもう行ったのかい。いや、確認してきたらどうだい。じゃあまず店だ。それから考えようぜ。道なんてないようなもんだからね。足元に気をつけていきな。おい、誰かいねえか。返事をしてくれ。その顔ならマリンは助かったんだね。誰かいないか。誰か返事をしてくれ。
ウェッジの猫だ。何？行ってみよう。行くぞ。せーの。ここってウェッジの家？今行くからな。そこで待ってろよ。死んだくせや。ウェッジ。ウェッジ。作るまでだ。
負けっかよ。ああ、こんなもんよ。
壊してやる。
いらねえ。あいつはとんでもなく頑丈だ。今頃いびきをかいて眠ってるさ。戻ったら美味しいものいっぱい食べさせてあげよう。これやらなきゃ。はあ、さあ来い。わっしゃ、行くよ。そう、どんどんよ。こっちだな。わっしゃ、戦乱命中。やがれ。
ね。大丈夫。本当か。この野郎、心配させやがって。ありがとう。よし、行こう。おお。ったく、思ってな。なんだろう。隠れてやがった。シンラの実験と。はっ、シンラの脳は全部ぶっ飛ばす。けっ、手振っとくか。それそっちはどうだ。またゾロゾロと。いける？ああ、どうってことね。やっ！当たる！
せ。キリがないね。では上まで行けそうか。援護お願い。はっ、そこが丸見えだぜ。やっ、どうだ。お願い。そこ。
敵の後をたどった。あんなことをするのはあんただけだ。へへ。安全な場所に移そう。他のことはその後。おう、そうだな。クラウド？よくやった。ウェッジのこと任せていいか。俺はここで仲間を待つ。ウェッジが生きてたんだ。可能性はゼロじゃない。俺は支柱の上でジェシーとビッグスと話した。だから二人の状況は知っている。帰ってくる可能性は。でもよ、星に帰
帰ったんだよ。帰る場所間違いやがって。立ち止まってたらあいつらに笑われちまうな。重てえな。